皆様、お久しぶりでございます。うまくちでございます。ちょっとね、1ヶ月ほど、ちょっと、予想の方がね、やってませんでして、まあ、一応ブログの方ではね、毎週予想してたんですけども、一旦ちょっとね、YouTube の方やめようかなと思ってやめてたんですけども、ちょっとね、周りの友人とかにもね、続けてくれというね、お声がいただきまして、まあ、不定期ではありますけどもね、ちょっとやって、もう一回復活ね、していこうかなと思っております。ここのとこね、重症もね、ブログの方で予想してる方は、ちょこちょこ当たっていっておりますんでね、またね、的中か精度をね、上げていければと思っております。早速ね、今日はね、今日のアップになってしまいましたけども、桜花賞がね、ございますんでね、そちらの方の予想をしていきたいと思います。よろしくお願いします。もうこの3頭でいいんじゃないかなと思います。まあ予想といいますか、もう今年はね、もうメジャーエンブレム、ジュエラー、シンハライトでね、ほぼほぼ大丈夫かなと思っております。メジャーエンブレムはね、前走のクイーンカップで、1分32秒5っていうね、とんでもない優勝タイム、出しました。やっぱりこのスピードをね、ゴールまで持続できるスタミナもね、持ち合わせておりね、本命で文句なしと思います。それからジュエラーはね、前々走新山記念でね、勝ち馬のロジクライ、クビ差の2着、前走のチューリップ賞でも勝ち馬のシンハライトと花差の2着と、一勝馬ながらね、重賞でも差のない競馬をしております。十分重賞レベルと言えるでしょう。それから、シンハライトですね。こちら、唯一のね、3連勝無敗馬です。前走のチューリップ賞でね、コースの違いこそあれね、1分32秒台をね、ジュエラーとともにね、同タイムで叩き出しております。やっぱりね、この3頭で決まりかなと思いますんでね、もう、海面もね、3連単で、いきたいと思います。メジャーエンブレムの頭の、3連単をちょっと厚めに買いまして、あとメジャーエンブレム2着3着付けの買い目を毎週200円ずつということでいきたいと思います。今週が桜花賞で、来週が皐月賞ですね。皐月賞もね、上位3頭のような感じですね。まあ、里のダイヤモンド、一応私、一押しなんですけども、それにちょっとあと2、3頭、怖いのを付け加えていう感じのね、予想になるとは思います。ちょっとね、今週アップ遅なりも、こうなりまして、申し訳ございません。一応ね、昨日のね、阪神牝馬ステークスもね、3連単の3連複をね、的中しております。詳しくはね、馬吉ブログというね、サイトにね、毎週予想上げておりますんでね、よかったらね、そちらの方確認していただければと。重賞以外のレースもね、予想しておりますんでね、また覗いてみてください。それではまたね、ちょっと不定期になるんでね、来週はまあ皐月賞なんでね、あれなんですけど、またちょこちょこ載せていきたいと思いますんでね、また、よければ、覗いてみてください。それでは、今週の明日、今日ですね、もう今日の予想を終わりたいと思います。